どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は弓で連敗してる時に気をつけたい3つの原因となります。弓でバンカラマッチをしているといろいろな要素が絡んで巻き込むことが多いかと思いますが、今回は巻き込んでいる時に何を見直して修正をしていくのかというのをポイント別で解説していきたいと思います。今回トライストリンガーを使ってみたいなという方にも分かるように基本の話もしていますので、最後まで見ていってもらえると嬉しいです。良ければチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず僕がバンカラマッチで見直して気づいたのは、基本のポジションが使えていないということが多かったです。弓の勝てた試合と負けた試合を比べてると、このポジションが大きく関わっていることが多かったですね。特に負け試合で多かったのは、強ポジを狙いすぎて基本ポジを飛ばして前に出ることが多かったんですよね。逆に勝っている試合は基本ポジションから強ポジへの確保の動きが慎重でした。ではなぜポジションではなく基本ポジションなのか話していきたいと思います。まず基本ポジションと強ポジの違いを抑えていきたいと思います。基本のポジションは自陣側にある高台で、比較的安全に攻撃ができる場所です。強ポジは敵陣寄りの場所で、敵との対面が激しい分取ることで有利に動きやすくなる場所です。この2つの大きな違いとしては、敵との対面回数だと思います。いいポジションということは相手もそこを取りたいというので待ち構えていることが多いはずです。ではこの違いを抑えた上で基本ポジを飛ばして強ポジを狙いすぎた場合どうなるでしょうか。単純に敵の格好の的にされると思います。こうなってしまうとレスも重なり人数不利を作ってしまうので、より状況は悪化します。この状況になってしまうと基本ポジションも相手に取られる可能性もあるので、場所がなくなるんですよね。このまま押し込まれて負けるというわけです。このリスクを抑えるためにも基本のポジション、絶対に取られたくない場所をしっかり抑えて展開することを意識するだけでも安定感が増すと思います。もちろんポジションを取ったからといって勝てるわけではありませんが、勝率を上げるにはとても大事なことなので、この基本のポジションは非常に大事かと思います。では次に行きたいと思います。続いてはキル意識が高すぎるです。いや、勝つためにはキル数は大事でしょうっていうのはありますが、ここでのキル意識を抑えましょうというのは、単純にキル数を減らせというわけではなく、キルを取るために無駄に体を晒しすぎていないかどうかという話です。これに関しては非常に無意識な部分だと思います。僕もあまりにも好きな後チャージャーが許せなくて体を晒していたので、かなり無意識なポイントでしたね。なんでこんなことが起きているのか考えてみたいんですが、まず弓を攻撃する際必ず体を出さないといけないという条件があります。スピナー系と同じですね。ですがスピナーと違って連射武器ではないので、一発外すと何度も体を遮蔽物から出し垂らし続けるということが多くなります。これが大きな原因です。ここでキル意識が高すぎるとそのまま体を戻さずどんどん遮蔽物から離れるということが起きてしまいます。自分的には戻ってるつもりなんですが、見直すと思ったよりも体を出しているんですよね。これは負け試合ほどなんですが、なんとかキルして抑えないといけないという気持ちが強く、キル意識が知らないうちに高まっているということがよくあります。我慢してるつもりなんですが思わず出ちゃってるんですよね。では異常なキル意識を抑えるために何をするべきなのか考えたいと思います。これに関しては相手の邪魔をするという意識に切り替えるしかないと思います。大事なのはキルではなく邪魔です。倒すことから意識を変えるということです。邪魔といってもいろいろありますが、具体的には相手をその場から引かせることを考えるといいかと思います。引かせる方法は単純にメインの爆発を使うというのもありますし、スペシャルを貯めて一番邪魔な敵を狙ったり、サブを使ってインクを奪うなどいろんな方法があります。ここを切り替えると倒すことよりも嫌がらせをし続けることが目的になるので、体の晒し具合は変わってきます。ここで味方との連携もできれば逆転の機会も出てきますからね。
本当は体を遮蔽物にちゃんと隠してキルが取れるのが理想ですが、どうしても難しい場合はキルからの意識を変えるようにするといいかと思います。では次に行きたいと思います。続いてはルール感読むしすぎです。他の2つは大丈夫なんだけど、なんかヤグラ乗る前にデスするなとか、ここ持つ瞬間やられるなとか、エリア塗ってたら横から攻撃されたとか、いろいろあると思いますが、これが多い方はこれに当たるかもしれないです。まず弓の立ち位置を考えてみると、後衛というポジションは良くも悪くも味方と敵の状況を見やすい位置にいます。チャンスがあればヤグラに乗ったり矛を運んだりいろいろありますね。ですがそれは本当にルール関与をするべきタイミングなのかどうかということです。負けている試合を見ていると逆転の意識が高すぎてヤグラに急いで乗ったり矛を急ぎで回収したりと、何も周りを確認せず関与していることが多いんですよね。こうなると周りの敵に気づいてなくてデスが多くなっているということがよくあります。ルール関与自体は悪いことではないんですが、関与する前のワンクッションが抜けているんですよね。ルールしか見えてなくてその周りの最終確認がおろそかになっているということが多くなりがちです。逆に勝っている試合は不思議なほどによく見ているんですよね。ではこのルール関与のしすぎをどうやって抑えるか考えていきたいと思いますが、味方にルール関与をさせるで解決すると思います。僕自身ガチホコが好きでよくホコ持ちを率先するのですが、あまりにもデスがかさむときは味方にあえて持たせて援護をするようにしています。これも意識の切り替えを強制的にさせるための方法です。ガチホコを持たなきゃという前のめりの意識を味方を守らないとという意識に変えるというものです。この2つの違いは見る場所が変わるという点です。ガチホコを持たなきゃとなるとガチホコとルートしか見なくなります。若干クリアリングが悪くなるんですよね。それに比べて味方に持ってもらった場合は護衛をする必要があるため自然と周りを見渡すようになります。また弓本来の強みを生かすため視野の広い場所を取って抑えに入ります。この意識を変えることでルール関与の仕方が変えれるんですよね。持つこと乗ることだけがルール関与ではないので別の方法に切り替えるわけです。これだけでも十分意識が変わりますのでいいかと思います。はい、ということで今回はここまでとなります。弓で連敗している時に気をつけたい3つの原因はいかがでしたでしょうか。ワンカラーマッチを続けているとどうしても勝てない試合っていうのは出てきますよね。なんなら負けが続くこともたくさんあります。原因は自分でもあり味方でもあると思いますが、自分がやれることをしていれば勝率は上がると思いますので、いろいろ試してみてください。僕自身今回この3つですね、よく見ていて気になるところだったりするので、この辺りは気をつけてもいいんじゃないかなと思います。人それぞれ見直すポイントはあると思いますので、ぜひこのように考えてみるのも試してみてください。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。